ひょっとしているかもしれない、実在する可能性の高いユーマたち。ナビゲーターの彩香です。さて、皆さんはユーマって言葉をご存知ですか？これは日本独自の造語で、アンアイデンティファイルミスティアリアスアニマルの略です。有名なところでは、ネッシーやツチノコなんかがそうですね。なんだ、架空の動物か、なんて言わないでください。実はゴリラやシーラカンスなども長い間想像上の動物、すでに絶滅した動物と考えられていたんです。中でもオーストラリアの珍獣カモノハシなどは1798年にはすでに発見され、現在のイギリスにあたるグレートブリテン王国に剥製まで送られましたが、当時の科学者はこんな動物がいるわけがないと一生に伏したとも言われているのです。まあ現在ではかつての発展途上国も国際化も進み、西洋文化とともにたくさんのテクノロジーが導入されつつあり、ユーマが生息する環境は日ごとに減少しているのは確かです。しかし、これだけ科学が進歩した現代でも、人類の目になかなか触れない場所もあるのです。広大な砂漠、巨大な水圧が支配する深海、人跡未踏のジャングルなどには、まだまだ私たちの知らない世界が広がっており、そこには想像を絶する生物が生息している可能性だってあるんです。カルカロドン・メガロドン。2020年、人類はたくさんの探査船や人工衛星を飛ばすことで、すでに月や火星の表面に関しては 100% に近い地形図を手に入れています。反面、足元の海洋に対しては海底地図が完成している地域は全体の 15% に過ぎません。海底地図を作成するのに、わざわざ海に潜る必要はありません。海上からソナーを使って探査すればいいのです。つまり、たとえ 100% の海底地図が作成できたとしても、その海域の膨大な範囲に何が潜んでいるのかまではわからないということなのです。さて、そんな海を代表するユーマといえば、クラーケンやシーサーペントなどが有名ですが、実在の可能性が最も高い存在は、カルカロドン・メガロドンだと言われています。最大で40メートルもあったのではないかと言われており、現在魚類では最も大きいジンベエザメの3倍以上の大きさを誇っています。山手線1両が20メートルですから、いかに巨大かがわかりますね。メガロドンは小型のクジラなどを捕食していましたが、現在のホホジロザメ同様、泳ぎがあまり得意ではなかったと考えられています。そのため今から360万年ほど前に絶滅したと言われていたのです。ところが、メガロドンらしきサメを目撃したという報告は後を絶ちません。1918年、オーストラリアのポートスティーブンス沖で、地元の漁師がロブスターを取っていたところ、巨大なサメが現れ、1トンもあるロブスターの入ったカゴを引きちぎって持ち去ったというのです。その体は普通のサメとは違い、真っ白で全長は35メートルもあったといいます。1942年第二次世界大戦中の出来事です。この日、ナチスドイツの U ボートを撮影した写真に巨大なヒレらしきものが映り込んでいるのです。これが仮に一匹のサメの背びれと尾びれであったなら、その大きさは30メートルを優に超えると考えられます。1954年にはオーストラリアのアデレードで修理をしていたカッター船の船尾から17本の巨大なホホジロザメの歯が見つかりました。その直径はおよそ2メートル。推定された全長は24メートルということです。2011年には静岡県の総府岸で操業していたカツオ漁船の乗組員20名以上が漁船と同じ大きさのサメに遭遇。漁船の長さは約25メートルだそうです。事実、アフリカにはサブマリンというニックネームで呼ばれる全長9メートルのホホジロザメが実在しています。サメは脊椎動物の中で最も長命で、400歳を超えるものもいるそうです。海の中は地上ほど気候の変化を受けないと言われています。この広い海のどこかで、メガロドンは脈々と子孫を残しているのかもしれません。モンゴリアンデスワーム。広大なゴビ砂漠にあって、人も獣も寄せ付けないような荒廃した一角、そこに潜む芋虫のようなユーマがモンゴリアンデスワームです。現地ではオルゴイホルホイと呼ばれていて、当たり前の存在として認識されているようです。存在が先進国で話題に上がるようになったのは1926年、アメリカの博物学者によって紹介されたことがきっかけでした。
体長50センチほどでソーセージのような形をしており、普段は砂に潜って生活している。6、7月の雨季に合わせて活発に行動するようになり、巣の周りやヘビやクモ、サソリなどを捕食している。獲物に向かってジャンプすることができ、致死性の蒸気状の毒液を噴射。1800年初頭に行われたロシアの大規模調査では、数百人がこの毒のために命を落としたとの記録もあるそうです。モンゴリアンデスワームの毒はゴヨと呼ばれる植物の毒を体内に溜め込んだものと言われていて、彼らの巣を探すときにはこの植物を目印にするといいとも言われています。フグが貝などを食べ、テトロドトキシンを体内に蓄えるのと同じように、モンゴリアンデスワームも植物の毒を体内に溜め込んでいるのかもしれません。私たち日本人にとってあまりありがたくない黄砂。その元となっているのがゴビ砂漠の砂です。広さ130万平方キロ。日本の総面積が37万平方キロですから、いかに広大な砂漠かがわかりますね。夏の最高気温は50度近くまで達し、冬はマイナス40度にもなる生物には厳しい環境。獣も鳥も通わぬ広大な砂漠の片隅に、私たちの知らない生物が息を潜めているのかもしれません。オランペンデグ。インドネシア、スマトラ島で目撃が多発する小型の獣人がオランペンデグです。普通獣人というとアメリカのビッグフットやヒマラヤのイエティ、中国のイエレンなどのように大型のものが多いのですが、オランペンデグは身長1メートルから 1.5 メートルほどの小型の獣人です。以前はオランウータンなど他の類人猿の見間違いではないかと言われていたのですが、2003年にフローレンス島で発見された骨が新種の小型ヒト族のものと分かり、がぜん注目されることになります。当初子供の骨と思われたものが実は成人のものだったことが分かり、ホモフローレシエンシスと名付けられ、およそ1万2000年前まで生存していたことが分かったのです。フローレンス島とスマトラ島は直線距離で800キロほど離れていますが、ドンボク島、バリ島、ジャワ島など地理的にはかなり接近していることが分かります。体の小ささに比例し、脳の容量もチンパンジーよりも少なく、380平方センチしかなかったと言われていますが、発見された痕跡から火や道具を使うなど、かなり高度な生活を送っていたことが明らかになったのです。フローレンス島のフローレシエンシスが絶滅する前、新天地を求めてフローレンス海を渡った一族がいたとは考えられないでしょうか。実はインドネシアは動物の宝庫で、2017年には新種のオランウータンが発見されています。それ以前にも2010年にボルネオ島で行われた調査では、一度に123種類もの新種の動植物が発見されているのです。スマトラ島の密林の奥深く、誰も知らないホラー穴の中で、ホビットと呼ばれる小型の人類が今もひっそりと生きているかもしれないのです。